え？おお、真顔、うん、しっかり弾いてるね。はい、皆さんこんにちは、ボックンです。今回ですね、ヒットマンパート4実況プレイやっていきたいと思います。さあ、今回ですね、タイのバンコクということでやっていきたいと思います。A renowned indie rock outfit recording their highly anticipated sophomore album. But this millennial poster boy harbors a dark secret. 1 year ago, promising young actress Hannah Highmore fell to her death from Cross's penthouse loft in Dumbo, New York. According to the police, Miss Highmore's death was a tragic accident, but her parents remain unconvinced. They firmly believe that Cross murdered Hannah and only escaped justice due to the power and influence of his father, billionaire media mogul Thomas Cross. A secondary target, Ken Morgan, corporate fixer and attorney to the Cross family, is also staying at the hotel. Cunning and unscrupulous, Morgan was a key agent in the cover-up of Hannah Highmore's murder and Jordan Cross's subsequent acquittal. それはもう退治せないかんな。While the system may be powerless, ICA is anything but. I will leave you to prepare. 47, 出番だ。 Welcome to Bangkok 47. どうも。 Ken Morgan has booked the Queen Suite, but has yet to check in. You will find him in and around the restaurant. さあ、タイのバンコク来ましたね。 Oddly enough, Jordan Cross seems completely unaware of his presence. Cross and the class have set up a recording studio in the Emperor's Suite on the third floor.Private security around Cross and his entourage is highly capable. Still, I'm sure you can find your way into his inner circle. After all, today is Jordan Cross's 27th birthday. The age when rock stars die. Good luck. さあ、やってきましたね。今回もやってきましたよ、47。さあ、ジョーダン・クロスとケン・モーガンの2人のターゲット排除ということでやっていきます。さあ、うわ、綺麗だね。どうも。どうも、こんにちは。うんうんうん。まあ、ちょっと中ちょっと見ていきますか。すげえ。話す。トバイアス・リーバー。Here's your key card. Welcome to the Himapan Hotel. キーカード。Welcome to the Himapan Hotel. Please follow me. うん。I hope you'll enjoy your stay. うん、キーカードは拾っときますか。情報入手。205号室のカードキー。君の部屋だ。話す。After you. お先にどうぞ。お客様どうぞこちらへ。自分の部屋一回向かいますか。じゃあ。うわ、すげえ。了解。すげえな。どこだ？これ、なりすましてもいいんじゃないの？ターゲットは、下と、あれ、どこにいるんだ？下と、上か。オッケーオッケーオッケー。うわ、すげえ。すげえな。47持ってるね。Hello, sir. うん。なるほど。調べますか。情報入手。立ち入り禁止措置に関して、ホテル支配人より業務連絡。とても光栄なことに、これから数週間、ジョーダン・クロス様とそのご一行様がエンペラースイートに宿泊なさる。そのため、我々スタッフとクロスご一行様を除く一般ゲストの A ウィングへの立ち入りを禁止とする。この指示が徹底されなかった場合、直ちに解雇処分とする。ふんふんふん。なるほど。で、自分の部屋はここと。すげえ部屋だな。すげえ。ルームサービスを呼ぶ。The bed is not properly made. うん。See that it's done right away. メイクしてくれ。これホテルの従業員になりすましてもありだな。うんうんうん。
もうホテル確認してないのにね。いや、違法なアイテムになっちゃった。捨てよ。ベッド確認してないのに来いって言うの、ね。まあやっときよ、しっかりな。待ってよ。とりあえず下の人をやりたいね。下だね、あれだね。なんかミッション出てこないかな。ここは立ち入り禁止と。OK。さあ、行きたいね。マークの方に行きますか。さあ、アプローチを発見と。ごめんなさい、ごめんなさい。話聞いたらいかんの？話聞かせてよ、ちょっと。さあ。That's Abel De Silva. He's only one of the most awesome drummers on the New York indie scene. He was in Death and Taxes and Flat Earth Society. Yeah, I like Top 40. Anyway, De Silva's filling in for the drummer in Jordan Cross's band who quit yesterday. The record label flew him in and I took him up to the restaurant lounge. Miss Barrett, the manager, she's gonna come get him soon.おお、なるほどな。マンマシン、代理のドラマー、あなたの実力の見せ所かもしれないわね、47。興味深いわね。ザ・クラスのドラマーが突然バンドを辞めたので、レコード会社が急遽代役として連れてきたのが若手インディードラマーのアベル・デ・シルバ。今はレストランのラウンジで迎えを待っているわ。都合がいいことにジョーダン・クロスはデ・シルバの顔を知らないし、あなたたち2人の外見はそっくりよということで。なるほどな。そっくりなんだったらもうやっちゃうしかないよねって感じだよね。うん。まあ入れませんと。OKOK。当然だよね。か入れないよね。OKOKOK。待ってよ。入れないから。1階からは入れないよね。さっき部屋読んで、そこに変装、その人に変装しても入れるんかな。どうやろ。ん？降りてきてね。こっち来てる来てる。左側行ってるな。うんふんふん、なるほど。これがアベルデシルバか。いや、そっくりか？いや、そっくりではなくないか？まあ、頭だけやろ、それ。失礼よ。そっくりではないよ。まあ、恒例のコイン持ってきますか。Hello, sir. How are you today?うん、まあそこは入れませんと。はいはいはい、なるほど。じゃあちょっと、あ、待って、情報。女好き、レコーディングスタッフの一人、ジュリアンはかなりのモテ男らしい。最近物にした女性はテレビドラマの元スタージャッキー・キャリントン。どうやらジュリアンは現在ミス・キャリントンの部屋にいるそうよ。それにプロデューサーのウェスリー・ストンから頼まれた荷物も持っているって。うんうん、なるほどな。警備員なりすましたいね。勝手に人の部屋入っていくっていうの。待てよ。コインで呼ぶか。警備員来てほしいな。来るか。うわー、その人か。来い。Okay, so it was nothing. Say, okay, okay. いいね、いいね、いいね。来い。来い。来たね。いいね。来い。来てほしいな。来た。
オッケー。オッケー。待てよ、変装して、引きずりたい。オッケー、引きずってバレる前にな。俺のベッドで寝とけな、ゆっくりゆっくりベッドで寝とけ。はい、ゆっくりしとけ。よかったやん、仕事がなくなってな。Thank you。 さあコイン拾って、 OK、 コイン持ってきますか。 OK。 ごめん、なんもなかったわ。うん、なんもなかった。さあ、ベルデシルバに変装したいね。これ名前は割れてない。じゃあ顔か、顔は割れてないよね。オッケー、入れるわ。どこ行ったんだ。あー、そこね。はいはいはい。こっちは誰もいないか。あー、なるほどな。こっち誰もいないんか。それが警備の甘いとこだな。投げて。OK。で、投げて。で、俺が怪しまれとる。いや、マジか。待てよ。あ、逆、ちょっと待って。まだいける。自分の部屋に一回戻るか。自分の部屋に一回戻ろう。だから不法侵入中になったら自分の部屋じゃないよ。待てよ。上行こう。いやー、ちょっと危なかったな。バレちゃったな。セキュリティーは tight today, sir. Sorry for the inconvenience. Hey, was there any of that you didn't understand? Because if not, how about you get the hell out of here?え、これどっから行けばいいんだ。めっちゃ警戒してるな。いやもうその人が倒されとったら、もうなりすましとるこの人しかおらんねんな。まあそこはちょっと無視ということで。Hello, Mr. De Silva.さあ入ります。いけるか。どこにいる。もう一個上か。 Hi, Abel, how are you? ボディチェックいるんやな、これ。Mr. De Silva, how are you? I'll give you the short version. Nobody gets in or out. いや、ちょ待って、ここで落とすのちょっと危なすぎる。なんか部屋ないかな。入れないわ。あ、アイテム隠す。危ねえ。で、このサイレンサーモンよね。いや、これちょっと待ってよ。バレないとこで隠さなきゃ。危ねえ。OK。これでないよな、もう。オッケー。これで上行けるかな。多分ボディチェックあるんだよね、多分。What's up, Abel? こんにちは。なかったわ、ボディチェック。あるんかと思った。うん、デシルバですよ、私は。さあ、いるね。スタジオだね。
ジョーダン・クロスさん、どこっすか？中にいるね。That is Jordan Cross, revered and reviled in equal measures. Wes is uncompromising, always chasing that perfect sound. He once spent six days screaming reverb for Noel Wagner's Rickenbacker until Noel had a nervous breakdown. Who's this? Wes out cold with a fright. Oh, hey, you're a Quentin's replacement, right? そうそうそう、代役。ドラムを演奏する。え ?47 ドラム演奏できるの？代役っつっても顔が似とるって言われただけでな。ドラム演奏できる？え、できる？どうも、デシルバです。お手並みを見せてくれ。了解です。やりましょうか、じゃあ。さあ、やります。47できるのか？ここでド下手なドラム見せたらおもろいのな。え？おぉ、真顔。うん、しっかり弾いてるね。うまいし。うまいし。笑うぐらいうまいな。うん。クロスと二人きりで話すって。ちょろいな、こいつ。こいつちょろいな。だから47かっこいいな。何でもできるな。やっぱさすがだな。Hey, tell Jordan Cross he's awesome.さあ、気に入ってもらえたみたいだね。二人きりってことはもうこいつの死は確定したな。おお、ここ行けるんだ。すげえ。うわ、すげえ。綺麗やなー、ここ。うん、なんかあれだね、農園みたい。上流階級の仲間入りというわけで上出来を。うん、なるほど。ジョーダン・クロスの誕生日。今日はジョーダン・クロスの27歳の誕生日。マネージャーのデクシー・バラットがスタッフフロアでサプライズパーティーを企画している。ホテルのキッチンスタッフはビーガン向けの特注ケーキを準備してるよね。なるほど。うん。なるほどな。頼れるドラマーね。なるほどなるほど。47しかいねえよ、そんな人は。すげえ興味あるわ。なあ、ゆっくり考えてな。頑張れ。うわ、大丈夫か？事故死。絶対事故死じゃない。事故死ねえ。綺麗な死に方したね、また。さあ。で、この格好じゃあちょっと危ないね、さすがに。ホテルの従業員になるか。この格好危なそうな気がする。自分の部屋に戻りますか、一回。不法侵入中になっちゃったね。さあ待ってよ。変装して情報入手と。
ひび割れたガラスパネル。ホテルの正面玄関からアーチ状の天井が伸びているけど、ガラスパネルの一部にひびが入っている。修理担当はどうすれば粉々に割らずに取り外せるか考えているみたい。なるほどですね。あれがケン・モーガンと、弁護士にして企業フィクサー。なるほどね。はい、ということでヒットマンパート4は以上になります。次回はケン・モーガンを暗殺する続きからやっていきたいと思います。まだタイ・バンコクの旅は続きそうですね、47の。はい、ということでこの動画が面白ければ高評価とチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、ボックンでした。おっつ、バイバーイ。